OK、聖書の世界6でちょっと見てください。この表紙ね、まずいつもの表紙から話するんだけど、この表紙は、場所はアシジです。アシジの、丘の上から撮った写真で、これ下に見えるのは全部オリーブです。で、小高い丘の上にある町なので、そこから撮った、写真ですけど、右側の教会、右側の建物ね、これね、私、場所、写した場所は、キアラ教会から撮ったんだと思う。あそこの丘からね。まあ、そういうことで、まあ、ちょっと、こんな、いいとこですよっていう話をしておきます。さて、今日はですね、モーセと出エジプトの話をしたいと思いますが、聖書をお持ちですよね。出エジプト記っていうのを開いてもらえますか？この話を今日はいたします。で、今のカトリック教会のいろいろな、教えとか、カトリック教会の生活とか、そういったものに非常に関わりのある、ことなので、そして、イスラエルの人々にとって、この出エジプトの出来事ってものすごく大きな意味を持っています。で、彼らが大事にする杉越の祭りとか、そういったことも全部この出エジプトから来るんですね。で、それで、この出エジプト記の話を今日はしたいと思いますが、そこに登場するのは、モーセという人物ですね。モーセ。で、エジプトっていうと、今まで話をしてきましたが、イスラエルの、要するにヤコブの12人の子供の中で、ヨセフっていうのがいたでしょ？で、そのヨセフっていう子供が兄貴たちに、なんていうかね、嫉妬というか、そういうものを買って、そして商人に売られちゃったね。で、エジプトに行った。で、そのエジプトで彼は宰相まで上り詰めて、で、飢饉の時に、兄弟たち、それからお父さんを助けたっていう話ありますね。で、出エジプト記を見てください。で、エジプトでのイスラエル人ってありますね。一緒。ヤコブと共に一家を挙げてエジプトへ下った。下ったイスラエルの子らの名前は次の通りである、そして、ヨセフはすでにエジプトにいた。ヨセフもその兄弟たちもその世代の人々も皆死んだが、イスラエルの人々は子を産み、おびただしく数を増し、ますます強くなって国中にあふれた。その頃、ヨセフのことを知らない新しい王が出てエジプトを支配し、国民に警告した、これがエジプトでラムセス2世という王様のことだと思いますが、そのヨセフのことをもう知らない世代になっていきましたよ。で、イスラエルの人はそれでも、どん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 増えていったんですっていうふうに、記されていますよね。で、この新しい王様は、このイスラエルの人々はだんだん強力になってきたので、ちょっとこれ危ないぞと言って、この重労働を課して、このエジプトでイスラエルの人々を虐げるようになったっていうわけ。そういったことがこの最初に書かれているんですね。で、ところが、ここをずっと読んでいけばわかるんですけど、イスラエルの女性はとっても強かったので、子供を産むときに一人で産むことができたっていうような描写もあるね。子供を産んだ人は知ってると思いますが、子供一人で産めるんかっていうね、でも産めるらしいね。ね、物理的には産めるんだよね。これほら、この2章、次のページあげて、1章の19節。エジプトの王がもうこ、あの、ヘブライ人の子、ヘブライ人じゃない、そのイスラエルの子をみんな殺せって言った時に、19節、助産婦はファラオに答えた。ヘブライ人の女はエジプト人の女性とは違います。彼女たちは丈夫で、助産婦が行く前に産んでしまうのですって言ってね。神はこの助産婦たちに恵みを与えられた。
民は数を増し、甚だ強くなった。助産婦たちは神を恐れていたので、神は彼女たちにも子宝を恵まれたっていうふうに、まあ、どん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 子供増えていったっていう、そういったことが書かれてるね。そういう中でモーセが生まれたんですっていうんですが、ちょっとここでね、言葉としてよく知っておいてもらいたいのは、このヘブライ人の女って、ヘブライ人っていう言葉が出てくるよね。ヘブライ人ね。で、イスラエル人って言ってないでしょ。で、イスラエルの国、これはイスラエル人っていうのはイスラエル王国が出てきてイスラエルっていうふうに言われる。で、このイスラエルはアブラハム、ヤス、イサク、ヤコブ、このヤコブが神様とちょっと戦ったので、それでイスラエルっていう名前は付けられるね。だからイスラエル民族っていう言葉はこのヤコブから来るんだけども、しかしここでヘブライ人の女っていうね、そういう言い方がされています。ちょっとね、これね、後でまた話をしますね。で、まあ、そういう状況の中でモーセ生まれたんですよって言って、で、どんなふうに生まれたかっていうと、これ2章の1節から10節かありますけども、まあ、子供生まれた。しかし、ヘブライ人の子供っていうのは、これはもう認められないっていうんで、それを川に流したっていうわけでしょ。で、川に流した、川に、なんていうか、パピルスかなんかのこれで包んで、そしてその子供をその船に乗せるような形で流したってわけ。そしたらそこにたまたまエジプトの王女様がいて、で、それを拾ってきて、で、育てたっていう、そういう話になるわけですよ。こういうのはね、そういった偉大な使命をもらって生きてきた人たちによく出てくる誕生物語なんだよね。で、まあそうやってモーセっていうのが、まあ数奇な運命ね、の中で、まあ生まれてきましたよっていう。で、この資料の方の1ページ、上にあるその絵ね、これ有名なエジプトの王女がそのパピルスの葉っぱに浮かべられたモーセを拾い上げたっていうその絵なんですよ。それがね。で、モーセはそのようにして、王女様の、なんていうか、子供として育てられるっていうね、そういった、まあ、話にだんだんなっていくわけですが、それから彼は3章のところでだんだん大きくなっていくわけです。大きくなって、そしてそこで、なんていうか、このヘブライ人が重労働を課されていて、そしてエジプト人の監督のもとでとってもひどい目に遭っているっていう様子を見て、その監督官をモーセ殺すんだよね。で、モーセは自分がヘブライの人間だということはまあ知ってたので、そうやってその同族の人が殺されるっていう場面を見て、その監督官を殺した。それって殺人の罪なんだから、で、彼は遠くへ逃れるわけですよ。で、その遠くへ逃れていた時に、彼は神と出会うわけですね。これが3章の1節からの話です。で、この神との出会いの話はとっても大事なところがいくつかあるんですけど、そこで、モーセは神と出会って神様から使命を受けるね。それは何かというと、私はあなたの先祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神である。私の民をエジプト人の手から救い出し、その地から豊かで広い土地、乳と蜜の流れる場所、カナン人、ヘト人、アモリ人、ヘリジ人、ヒビ人、そしてエブス人の住む場所に導き上る。お前はこのエジプトで苦しんでいるヘブライ人を導き出せ。で、約束の地へ行け。ところが、約束の地はとっても豊かな土地なんだけど、そこにはすでに人が住んでるよっていうことだよね。そういう人が住んでるところなんだけど、そこへ行って、どこへ神様に導き上るか、お前はそれ彼らを導き出せというふうに言うわけ。で、これが今のパレスチナの問題の根本よね。まあ、アブラハムの時からそうなんだけど、約束の地、神様約束の地って言うけど、そこ誰もいない土地じゃない。そこにはもうすでに人が住んでいるんですっていう。
だから当然、そこへ入っていこうとすれば、争いは起こるだろうし、先住民がいるわけだからね。これはもういろんな問題が起こるに違いない。で、まあそういう使命を受けるんだけども、そこから3章の11節ですね。3章の、モーセは神に言った。私は何者でしょう。どうしてファラオのもとに行き、しかもイスラエルの人々をエジプトから導き出さねばならないのですか。神は言われた。私は必ずあなたと共にいる。このことこそ私があなたを使わす印である。あなたが民をエジプトから導き出したとき、あなたたちはこの山で神に仕えるっていうね。で、私一体何者ですか？なんでこんなことしなきゃいけないのか？いや、私は必ずあなたと共にいるって言って神様言うんだけど、モーセにとってはえらい迷惑だよね。なんでこんなことしないかねやっていうね。そういう思いはあったに違いない。で、モーセは神に尋ねた。私は今、イスラエルの人々のところへ参ります。彼らに、あなたたちの先祖の神が私をここに使わされたのですといえば、彼らはその名は一体何かと問うに違いありません。彼らに何と答えるべきでしょうかって言ったら、神様は、だから私の名前を知りたいかっていうわけね。で、その仲間のところ行って、お前たち導き出すと言われたんだけど、一体誰がそんなことを言ったんだって言って言うだろうから、あなたの名前を教えてくださいって言ったら、神様は何てあるか。私はある。私はあるというものだっていうふうに言われたね。これまあ聖書によっては私はいるというものだっていうふうに言ってますが、これね、これがね、すっごい面白いんですよ。私はあるってどういうことですか？ここから実は哲学の存在とは何かという最も深いこの問いが生まれるんですね。存在論っていうのが哲学の中にあるんです。まあ、形而上学という言い方をしたりもしますが、まあ、要するに、現代の哲学に至るまで、哲学者はみんなあるとは何かっていうことを追求したんですね。オントロジーっていう言い方します。ギリシャ語であるっていうのをオンっていうんですね。オン。で、このオンっていう、このあるについての考え、哲学なので、オントロジーっていうんですが、この存在論っていうのはね、難しいっていうかね、考えてもね、何であるかが分かんない。で、20世紀最大の哲学者と言われているのはハイデガーっていう人ですが、このハイデガーの、著作の中で一番有名なのは、存在と時間なんですね。存在と時間。ところがね、存在と時間なんて、どう考えたらいいか。で、彼は最初、ハイデガーは存在論についてずっと展開していって、そしてさい、で、最後、時間論に行くんだけど、その時間論のとこで止まっちゃうんだって、その、存在と時間はね。ところが、彼は、存在について考えるっていう時に、まず物があるとか人間があるっていう、そのあるを分析しましょうっていうような言い方するわけ。それで人間はどういうあり方をしていますか。で、そこから彼のすごく深い哲学が生まれてきて、で、これは上智大学のリーゼンフーバー先生なんかにも大きな影響を与えるんだけど、私たちもそういう授業を聞いてきましたが、まあ私もようわからんけど、これがあるっていうね、私たちこれあるっていうでしょ？ないとは言わないわけですよ。これはある。でもこれ物のあり方はこうよね。物のあり方はこうやってあるわけじゃないですか。で、人間も、まあ、あるっていうし、あり方、もう私があるっていうことは思うんだけど、あるってそもそも何ですか？私はなぜあるのですか？とかいうような問いにもなっていくね。で、そしてそういったことをずっとこう展開しながらやっていく考えているのが哲学の一番中心的な課題なんですけど、この私はあるっていうね、私はあるって神様はおっしゃった。え、神様の名前はあるなの？ある。へえ。って言って、また考えるようになっていくんですよ。だけど私これはね、確かにね、神様はあるとしか言いようがないんじゃないかと思う。で、存在とは一体何かっていうことを突き詰めて考えていったときに、私たちの存在はそのうちなくなるわけでしょ。
私という存在もいつかなくなる。このものだっていつかなくなっていくね。消滅していく。で、私はあるっていうことも消滅していく。そうすると、あると、あるいはないっていうのは一体どういう関係にあるのかということを考えるときに、神様がある、あるとだけ言われているっていうのは、永遠とかそういったものを考えるときにも、このあるっていうのは一体何だろうかって考えると、実は夜も寝られなくなる。実はね、面白いね。そんなことを私は若い頃考えておりました。で、それはもう世界中の哲学をやる人がやっぱり考えていることなんだろうと思います。まあ、それぐらい深い名前なんだろうなということは分かるんです。まあ、いずれにしても、とにかくこの私はあるっていう、そういうこの自己紹介を神様はなさったっていうことですね。で、彼はその名前を持って、イスラエルの長老たちのところに行って、そして民を導き出すっていう、そういう使命を開始していくわけです。そしたら今度、この4章からずっとですね、エジプトの王様のファラオが、このイスラエルの民が出ていくっていうことを、今度逆にね、妨げようとするわけね。で、そこでいろんなことが、神様はこのファラオが反対するところにいろんな災いを下していくわけです。それがずっと書いてあります。ブヨの災いとかね、血の災いとか、ブヨの災い、アブとかね、疫病とかね、腫れ物、瘴。そういうそのイナゴとかね、それから暗闇とか、そういったものを起こして、11章は最後の災いと言ってますが、エジプトのウイゴをみんな打つっていうね、そういう災いを下す。で、もうファラオはそうしたことを通で、この12章からいよいよ脱出していくっていうことがこう始まっていくわけで、その時にこのモーセは神様から言われたのは、もう早く準備しなさい。で、準備した時に、旅立ちの前にこういう食事をしなさいっていう命令を下すわけね。これが過ぎ越しの食事と言われるものなんです。で、羊とかね、そういうのを殺して、ほふって、そしてその血を鴨居に塗る、家の鴨居に塗ってね、そしてそれはなぜ何のためかっていうと、その鴨居に羊のほふった羊の血を塗っていけば、神様はそこを通り過ごしていく、通過していくってわけ。これが過ぎ越すって意味なんですよ。これ過ぎ越しっていう。で、それが、カモイに血が塗ってなかったら、それはエジプト人だから、そのウイゴを打つわけです。混乱させるわけ。で、もし、イスラエルの人々はそこでカモイに血、あの羊の血を塗っているって言ったら、神様はそこを通り過ぎていく。これが過ぎ越すっていうね。でね、神様って、これ、神様の特徴として出てくるんだけど、神様はいつも風のようにね、通り過ぎていく方っていう描き方を聖書は、旧約聖書はするんですね。で、ここでもやっぱり過ぎ越すっていうのはそうですけれど、アダムとイブが罪を犯して、そして私たち、こんな裸だったって言って恥ずかしがってずっと隠れていた時に、神様どういう現れ方するかって言ったらば、そよ風のように現れてるね。過ぎ越していくっていうか、まさに通り過ぎていかれようとする。それが神様の一つの特徴なんですね。だから、旧約聖書の時に、時々神様登場する話、あるいは神的なものって言ってもいいけども、そういうものがこうと現れる時の表現は、必ずね、通り過ぎようとされるっていうんですよ。でも、この主の過ぎ越しっていうのは、そこで、この羊をほふって、その羊の肉は食べるんだけど、その前にこのほふ、あのカモイにその血を塗るっていうことですね。そして今度、同時にパンね、酵母を入れないパン、酵母を入れないパン、パンだねっていうか、そういうパンを
今度食べるっていうね、これが除香菜っていうこのものなんです。その酵母を抜くっていう意味でしょ。だからパン種のない、そういったパンを食べて、そしてそれを食事として食べて、そして逃げるっていうことですね。これはイエスの時代、イエスの時にこれらが全て最後の晩餐であるとか、あるいはイエスがいよいよ十字架にかかる前に弟子たちとその晩餐するっていう時も、その除香祭の時にっていう言い方がされる。全部ここ重なっていくんですね。で、その最初の出来事っていうんで、これ原型という言い方しますが、もともとのお話はこっから来てて、そこからこういう話になっていますっていう、そういったことを言うのがこれなんです。だから杉越の復活祭のことをカトリックでもパスカっていうんですね。パスカっていうのはパスですよね。だから杉越していくっていう、そういう意味です。それから除香祭はイエスがその最後パンを分け合うっていう、そういったもの。そしてそのことが復活祭の原型で回り、そしてまた私たちがやっているミサの中でパンを食べるっていうのもそれなんですね。イエスの体としてパンをいただくっていうのはそれです。で、そのようにして彼らは急いで旅立った。で、エジプトから脱出してったんだけども、王様は、ちょっと待てよ、あいつら逃げてもらったらちょっと困るわと言って後悔して、あいつら引き戻せと言って軍隊を送った。で、その軍隊に追われている時に、彼らが、イスラエルの人々がエジプトいよいよ逃げようとする時の最後に出てくる関門が航海だったわけでしょ。で、その海を渡らないと向こうへ行けないっていうんで、航海の奇跡っていう話が生まれてくるわけです。で、これ、見てください、右側、資料の下の絵ね。写真ね。これはエクソドスっていう映画、モーセの映画の中に出てくるワンシーンです。これものすごい迫力があるシーンで、もうこうやってモーセが杖を海にこうやってやると、海がわーっと割れて、そしてその海が割れて壁のようになったところをずっと彼らは歩いていったっていうわけ。で、歩いていって向こう岸に着いたらば、また杖を、その海辺に差し出すと、この壁がわーっと閉じた。で、そのわーっと閉じている時に、エジプトの軍隊がわーっと行ってた時に、もう全部海がまた元に戻ってしまって、エジプトの軍隊は散々な目に遭ったっていう話になっていくんだけど、これは映画の話でもあり、そしてこの中の話ね。で、ここで私たちは、航海の奇跡って言うんだけど、これほんまにそんなことが起こるんかっていう話になっていくわね。そしたら、これも聖書考古学的にね、考えていくことも大事になってくるんですが、今ね、航海って地中海と航海とを結ぶ運河があるでしょ。これスエズ運河ですよね。で、そのスエズ運河を通って紅海を渡って、そして南太平洋に出ていくっていうね、そういう通路ですけど、 頃スエズ運河ないからね。で、こんな紅海なんて広い海を渡って歩けるわけがないね。で、これね、もう一つの言い方ね、葦の海っていう言い方がある。そして最近はもうそういう、聖書の翻訳は葦の海っていう言い方をして、航海という言い方はしないようにしてます。で、葦の海っていうのは、今そのスエズ運河なんかがこう通っているあの辺、沼地だったみたいね。で、沼地でそこに葦が生えていたっていうんですよ、葦が。で、そこはずっとこの広い航海とつながっているので、当然ながら葦の海というのは航海とつながってる、同じ言葉使われるわけでしょ。で、その辺は葦の海って言われて、その葦って言ってどんな植物かっていうと、今ね、日本でも時々あるんだけど、ススキってあるじゃん、日本に。で、ところがね、ススキなんかを見に行ったりすると、ひたち海浜公園なんかにもあるけど、なんかヨーロッパの葦ってなんかあるじゃん、でっかいやつで、よく似たやつ。あれなんていう？
なんとかっていう植物だよね。モンゾウ姿が。ああいう種類のね、ものがある。で、日本でも葦ってあるんだけど、葦は音楽のそのリードを作る、そのなんか、リードを作ったりするために使われたりするけど、ヨーロッパとかあっち側の葦は日本の葦よりもっとでかいね。そして、本当ね、人の姿が隠れるぐらいの大きさのものがあるんですよ。最近ね、いろんな公園にちょこちょこ、なんていう、西洋、なんていう、ススキじゃないけど、西洋のススキみたいな名前で、なんか、ああいう類のものだったと思われる。で、そういうものが生えてるところを、民はこう逃げていった。で、人が、この姿が見えないわけだからね。で、実際にはそういったところをこう通っていって、で、まあ、逃げたに違いない。ところが、シナイ半島とエジプトという関係をちょっと地図で考えたら分かるんだけど、エジプトからパレスチナと言われる地域に行こうと思えば、これ別に何日間かで行くわけでしょ、今でも。そうだし、昔のイスラエルの、ヨセフの兄弟たちも、食料を求めて行った時に、そこからこうまっすぐ行ったらエジプトなわけですよ。で、モーセはそうやって、こうやって民を引き連れて行きました。で、ここもうそこじゃん。ところがね、40年旅するんですよ、彼ら。40年ですよ。40年、荒野の旅をするわけ。そして、その旅は、こう、実はシナイ半島のずっと下をくぐって、またこうやって登っていって、ようやくこの、40年かかるわけよ。40年よ。民引き連れて。で、そんな放浪の旅をする。で、なぜって言ったら、そこに人が住んでるから、そこが簡単に住ませてくれるっていうことはもあったと思う。しかし、私は同時に、40年もかかって、約束の地に向かっていったっていうのは、実は、このヘブライ人というね、言い方、私ちょっと注意したらいいって言ったけども、もともとのこのヘブライ人というこの言葉の中に、地の民っていうね、地の民っていうのは土地の地面の地ね、地の民っていう言い方をすることがあるんですよ。ヘブライ人、ヘブル人っていう言い方ね。で、これはね、決していい言葉ではないんです。地の民。つまり、この人間として、あるいは民族として見られていない、そういう意味で地の民ってアムハアーレツっていう言い方するんですけど、このエジプトの中でイスラエルの人どん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 増えてきたって言って、イスラエル人がと言われてるけど、ヘブライ人、つまり地の民と言われるような、なんかどっから来たかようわからんような人々がいっぱいいた。で、そこにモーセがこの民を引き連れて行きなさいって言って引き連れて行った。で、この民をある意味で一つの民にしていくために40年かかったんちゃうかっていうふうな意味、思いがする。その民族のアイデンティティっていうものをきちんとこう作り上げていく。だから、この見てください、次のページ。荒野の旅って40年続くんだけども、この間言われているのは、モーセに引き連られた民は、ブツ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 つぶやく民だったっていうことなんです。このつぶやく民をどうやってモーセはまとめるか。もうそういうのでね、ものすごい苦労するんですよ。このつぶやきの民って書いてありますが、もう出て行った時から民はブツブツ言うね。食べるものがない。食べる。飲み水がない。エジプトにいた時は苦しい生活してたけども、食べるものあったじゃないか。肉も食えたって。だけど、あんた何食わしてくれるの？何飲ましてくれるのかって、ブツ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 文句を言うんだよね。このつぶやきっていうのが、ツイッターっていう意味なんです。つまりツイッっていうのはつぶやくっていう意味でしょ。ツイッターってそこから出てくるんですよ。つぶやく。
これはイスラエルの人々が一番最近のツイッターだったっていうことなんですけど、で、最初に水をください、水をくださいと言って、マラの苦、で、マラといったところで水を出すんだけど、これが苦い水でとかね、あるいはマサとかメリバっていったところでも水をくださいとかって言って、モーセは杖を叩いて、杖は地面叩いたら水が出てきたっていうような話になったり、それから有名なのは食べ物です。食べ物がないないとかって言って文句を言う。その時、モーセは神様に祈って、どうしたらいいですかって言ったら、その朝になるとね、白いうずらのね、卵のようなものが落ちていて、で、それを一生懸命食べた。これがマナって言われるものですね。マナ、あるいはマンナっていう言い方をします。で、この下の写真が、その水を、岩を砕いて、岩から水が出てきたっていう、から真ん中の、ところは、朝早くな起き見たら、その陣営のそばに白いものが落ちていて、それを食べたっていう、それがマナっていうね。で、右側の写真は何かっていうと、これは森永製菓が作っているマンナというお菓子なんです。で、森永製菓はね、マンナっていうのをね、まあ、今あるかどうか知らない、あるらしいんだけど、これね、子供のための食事なんですよ。で、離乳食だって。使った？あんまり覚えてない。長 聞い野たさこん、と使ある。った？いや、見たの初めてです。うん、で、これね、結構ね、知ってる人がいて、あ、マンナ、マンナって言ってね、森永の、これね、マナから来てるんです。聖書から来てるんです。なぜかというと、森永製菓の会長さんは信者なんですって。うん、それでね、このマンナっていう名前をね、つけたらしい。で、これが、実は、カトリックの信者にとって、ミサに預かって、聖体をいただくっていう時に、これが、このマナから来るんですよ。なぜかというと、イエスはこのエジプト、出エジプトの出来事で神様はマナを食べさせてくれたっていう、その話をこの引き合いに出しながら、私は命のパンである。あなた方の先祖は荒野でマナを食べたが死んでしまった。しかしこれは天から下ってきたパンであり、これを食べる者は死なないっていう言い方をするんですね。これは出エジプト、それから荒野での旅、そういったものの中で出てきたさまざまな出来事をイエスは、これから自分自身が永遠の命に至るパンであるっていうのをマナと比較して言っている。それから水もそうですよね。サマリアの女のところへで、井戸端に座って、私に水を飲ませてくださいと言って言う話も、このエジプトのこの水に困った時に、水飲ましてくれ、飲ましてくれと言った時に、モーセが出した水、そういったものと全部重なり合っている。で、そのイエスの話、イエスの生涯は、そういうこの出エジプトの過程、あるいは荒野での旅の中であった出来事っていうのを背景にして語っているっていうところを、ちょっと知っておいたらいいなと思います。そして、まだ大丈夫か、佐藤さん、まだ大丈夫だね。はい。ね、もうちょっといきましょう。で、この次ね、さっき言ったでしょ、私、民族としてのアイデンティティを作り上げていくっていうこと、これがやっぱり大事だったんだろうと思うのは、このシナイでもって、モーセが神様と契約を結び、そして実戒というのを授かるね。この実戒の意味なんですよ。なんか民にこれしちゃいけません、あれしちゃいけませんっていうような法律的な縛りっていうものをなんで必要としたかというと、民としてのアイデンティティを作り上げていくためだったということですね。仲間意識っていうものを持とうとするときに、そこに生まれてくるのは掟なんですよ。どんなグループでも掟ありますよ。まあ変な言い方しちゃあれですけど、暴走族にあるでしょ。ヤクザにあるでしょ。これはその共同体の絆っていうのを守るため、そして自分たちが一体何者であるかっていうことをきちんと把握して共同体を作っていくために掟はいるんです。
日本国に法律あるでしょ。日本国に法律は日本人としてとか、日本に住む者の、なんか犯罪防止だとかなんとかじゃなくて、基本的にはその共同体を作っていくために守らなければならないものがありますっていうことでしょ。家の中にもあるんじゃない？もう10時には必ず帰ってくるとかね。それは家族の絆とか、うちの家族、うちの家はこうだよって言って、やっぱり掟とか決まりとかっていうものを持つのはそうだよね。防犯だとかそういっただけの意味ではない。学校の校則もそうだと私は基本的に思うね。校外に出て悪さしないようにとかっていうんじゃない。あなた、この学校の一員ですよ。この学校の一員だからこそ、そしてこの学校の生徒としてのアイデンティティというものを持つために、こういうものをきちんと守らなきゃね。という、そういう意識っていうものが、実はね、校則とかっていうのには大事なんだ。で、それが伝わらないんだよ、生徒に。そうするともう校則なんて意味がないね。もう 時々女子高生を見てて、ああ、こんな化粧して、掘るんかって言って、あれ、学校で絶対しないだろうね。学校から帰った時の放課後、どっか行って化粧して、そんなの私は地方に行けば行くほど見るよ。本当に。地方に行けば行くほど高校生、そういう、多いね。で、私はびっくりするけど、ただ、掟っていうのはそのためですよ。その共同体の一致、あるいは共同体として、共同体の一員としてのアイデンティ、こういったものを培うために絶対に必要なものだったっていうふうに思うね。で、そこでこの実会というものはそこに書いてありますが、一番最初に出てくるのは、私を置いて他に神々があってはならないということでしょ。それから、その自分のためにって、まあ、神っていうことのために、彫像を作ってはならない。偶像崇拝しちゃいけないけどね、それにひれ伏し仕えてはならない。私は主、あなたの神、妬む神であるっていうね、この妬む神ね、これ嫉妬する神って意味ですからね、他の神々にいたら私は嫉妬するよっていう意味ですから、そして私の名をみだりに唱えてはならない。これは神様についての神っていう言葉を実は使っちゃいけないんだろうけど、その神以外に、この神以外に神があってはならない。で、偶像を崇拝してはいけない。みだりに唱えてはならないっていう、この最初の掟が3つですね。それから安息日を覚えてこれを清別しなさいっていう、これがあるわけ。でね、ここがまあ神様についてのあれなんだけど、私、皆さんに知っておいてもらいたいのは、主の名をみだりに唱えてはならないっていうこの言葉、この掟ですが、聖書の中でこの神っていうのを示すときに4つの文字が使われている。で、そのヘブライ語でどういうふうに書くか私は知らないんだけど、これをローマ字化すると YHWH っていうものになるらしい。で、ところがヘブライ語っていうのは子音でできてるんです。で、子音でできてるから発音できないわけでしょ。できませんよね。子音だけだったら発音できないね。それに母音がくっついてるから発音できるわけでしょ。で、子音っていうのはその音になる可能性がありますって意味じゃん。で、そこに母音がくっつくと、この可能性のある音が出ました。だから、カーとかキーとかっていうのは、K というのは、その書きくけこの発音ができる可能性があるんですよ。だけど、どう発音するか母音によって決まります。だから、これはカ、これはキ、これはコっていうふうになっていくでしょ。そういう、その文字って、まあ、もともと文字っていうのはそうなんだけど、この YHWH っていうふうに書かれたところに母音記号が打ってないんですよ。ヘブライ語って母音記号をね、下に打つんですね。で、まあ、ちょっとなかなか勉強しにくいんだけど、YHWH っていうところには母音記号が打ってないんです。母音記号が打ってないっていうことは、発音できないっていうことなんですよ。だから、みだりに唱えてはならないっていう工夫がされてたんです。それで、この YHWH を何と発音するかって、発音できないようになってるわけだから、じゃあ、神とか主とかっていう言い方をするときには、アドナイっていう言い方しましょうねっていう決まりができるらし
ところが、この YHWH っていうのをどう発音したんだろうかっていう議論があって、一時期19世紀頃に、それでこれをヤーウェと発音したに違いないというグループがいたり、それからドイツ語系の人はこれエホバと言ったに違いないというわけです。今ちょっと話題になってるエホバね。エホバはこれをエホバと呼んだっていうことですよね。でも、どう発音したのかっていう議論がもともと成り立たないんです。母音記号を打ってないんだから発音できないんですよ。だからこれ、新生4文字っていう言い方をするんですね。この辺はね、ちょっと覚えておいたらいい。だから私たち時々神様、神様っていう言い方をするじゃない。だから、あんましない方がいいか。だから、カトリックでは主よっていう言い方をする。でね、マタイの福音書を見てください。今度ね、マタイの福音書は神という言葉を使わないんですよ。だから天という言葉を使います。しかし、ルカ福音書やマルコ福音書は神の国という言い方をするでしょ。マタイ福音書は必ず天の国って言います。で、天の父よっていう言い方もしたりするね。あれね、やっぱり言い換えてるんです。神という言葉を使わないっていうね。そういったところがあります。それから安息日についてはもうこれは何回か話をしました。これもイスラエルの民族の特徴なんですよ。安息日っていうのはね。そして、あと父、母を敬う、殺しちゃいけない、姦淫しちゃいけない、盗んじゃいけない、偽りの証言しちゃいけない、隣人の家を越してはならないっていうのは、これはもう社会的な掟っていうふうに言ってもいいね。で、どこだってそんな。で、それは今度はその共同体のある意味で一致っていうのを保っていくために、そういった掟っていうのは最低限守らなきゃいけませんよねっていう、そういう話になっていくっていうことでしょうね。で、この実会の一番ポイントは、この最初の1、2、3、4つなんですよ。他に神があってはならない、偶像を作ってはならない、主の名をみだりに唱えてはならない、安息日を覚えなさいっていうね。ところが、イスラエルの人々は、安息日を覚えてこれを聖別しなさいって、これは非常に彼らは厳格に守ったけど、しかし、この放浪の40年の放浪の旅に、イスラエルの民が陥った罪は何かって言ったら、偶像崇拝なんです。この偶像崇拝のゆえに、何度も何度もこのイスラエルの民は預言者に叱られ、神様から叱られるということね。で、その誘惑が常にあった。もうこれはこのモーセの時だけではなくて、ずっとあった。イエスの時代にももちろんあったということなんです。でね、もうそれからこの次のところ、ちょっと資料を見てください。こうした規定とともに、もう一つ、イスラエルの人々にとって大事な規定は何かっていうと、これは21章、22章にあります。実会の中には入ってるわけじゃないけど、これはとっても大事にしたらしい。希流者を虐待してはならない。抑圧してはならない。あなた方もエジプトの地で希流者だったからである。という、この戒めと言ってもいい。これはイスラエルのこのモーセの心の中でね、出てくるんです。そしてずっとこれもイスラエルの歴史の中で大事にされてきたものだったんですね。だからこういったのを読んでいくと、現代のパレスチナの話なんかもね、本当にちょっと残念な気がする。本来イスラエルの人そうじゃないのっていうね、思いがする。それから、いかなる家父孤児も苦しめてはならないっていうね、これもイスラエルの中でとっても大事にされたことです。そして何よりも、イスラエルの国ができた時に王様って何よりもそれをきちんと守らなきゃいけませんなんていうことが大事にされたね。そして安息年っていうのは、これ安息日と違って、安息年っていうのは何かというと、これ私たちサバティカルっていう言い方よくするけど、それと一緒なんですけど、畑を耕すときに必ず休ませなさい、
ていうことなんですよ。で、これを、で、7年に1回、これ休ませて、そして1年間休ませて、また、できるようにって言って、そういう意味なんですね、この安息年っていうのはね。だから、農業する時の一つの決まりみたいな。これヨーロッパはもう中世あたりの三母制とかって言われるのがそうなんですね。4つ畑があったら3つ働かして1つを休ませる。そしたらまた1年休まして他のまた3つやるっていうね。そういうふうに制度がヨーロッパの農業なんかもあるんですけど、これ安息年、これがサバティカルです。で、大学の先生なんかは6年だか7年かになるとサバティカルをもらうっていうね、そういう制度が出来上がるっていうことです。イエズス会にもあるんですけど、私は残念ながらこの安息年っていうのをもらったのは1回だけですね。 25年勤めて初めてもらいました。で、その時にスペインに行きました。もう13年前ですけどね、ぼちぼち戻ってもええかなと思うんですが。はい。で、こう次のところで今日ちょっとやめようね。それでね、そうやって、この話、掟をそうやってし、いや、あの、定めた。そして何よりも偶像崇拝は絶対ダメだって言ったのに、神と締結、契約を締結して、モーセは再び山へ登った。そして幕や建設の指示を受けた。で、モーセは雲の中に入り山に登った。モーセは40日40夜山にいたんですね。そして40日40夜、神と語り終えて、そしてこの契約の板っていうものを神の指が書いたっていうね。神の指が書いたその石の板を授けられて、山を下っていった時に、なんともうイスラエルの民は40日40夜、モーセがいなかったので、私たちに神様を作ってくださいっていう。そしたら、モーセの、兄弟だったアロンっていうのがね、民に言われてしょうがないから、私たちに先立って進む神々を私たちのために作ってくださいと言って、金の子牛を作るわけですよ。もうすでにここで、彼らは偶像崇拝の罪を犯すっていう、一番最初に犯すのね。で、しかもモーセがいない時に。だから、それぐらい、この偶像崇拝の誘惑っていうのは、あの地域にあってはとってもね、なんていうか、すごく強いものがあったね。でね、確かにね、神様、目に見える形で示してほしいっていうのは、私たちの中にもあるよね。神様、おるんじゃったら出てこいやっていうね。おるんじゃったら出てこいや、姿見せてみーとかって思わんでもないね。で、なんか神をまたそういう形で作って、これ神様ですって言ってね、商売する人もいるわけですよ。そういうものに弱い人間はやっぱりね、霊感商法なんてあるわ。なんですよね、やっぱりそういう霊力とか、目に見えないものを目に見える形で示してほしいっていうね、そういったものが人間の中には多分にあるっていうことともつながるかもしれないね。で、イスラエルの民は、モーセがいない間に、もう神様、私たち目に見える形で神様を作ってくださいよって言ったら、金の子牛で神様。で、モーセ降りてきて、ものすごい腹立つわけね。お前たちはとかって言って、神様のこのもらった、神の指で書かれた石の板をぶつけてね、ものすごく怒り狂うんだよね。というようなこと。で、もうすぐ終わるわ。そして、そんなことがあって、約束の地に入っていくっていうところですね。で、この地は、本当に、今まで旅してきたとことは違う、エジプトの地とは違うですよって言ってね、あなた方が入って所有しようとしている地は、あなた方が出てきたエジプトの地とは違う。エジプトではあなたが種をまくと、野菜畑のようにあなたの足で水をやらなければならなかった。しかし、あなたが渡って所有しようとしている地は、山や谷のあるうちで天の雨で潤っている。あなたの神、主が心にかけ、あなたの神、主が年の初めから年の終わりまで常に目を注がれている地であるって、ものすごい理想的なね、そんなものとして、ところがモーセはそこに入ることができなかったっていうわけね。で、それは一つの罪ゆえに、神様がそれを許さなかった。で、思うに、これは、モーセはね、
こう言ってる。申命記で言ってる。私は今日120歳でもはや思うように出入りすることができない。主は私に、あなたはこのヨルダン川を渡ることはできないと言われた。これ120っていう年ね。これも私何回も言うでしょ。神の息が人の中にとどまるのは120年って定められたっていうね。このノアの時。で、ゆえに、やっぱりモーセはこれで自分の生涯全うしたんだなって言うんだけど、ただ実は、一つの罪があった。それメリバの水って言われてるんだけど、このイスラエルの民が水欲しい水欲しいって言った時に、まあ、最初は神様は最初のとこではこのあなた杖を持ってその杖を岩に当てたらば岩から水が出るっていうふうに言われたね。でそれはメリあのマスメッサだったかな、なんて言いましたっけ、マサはそうだったね。ところが、今度、最後の最後、民が水がない、水がない、喉乾くって言った時に、神様は何て言われたかっていうと、メリバに行って、そして、そこで立って祈れば水出るって言ったんだ。ところが、モーセはその言葉を忘れて、マサの時のように杖を叩く、その地を。それで水が、まあ、出てくるんだけど、神様はそれ咎めるんだよね。あなた、私のことは従わなかった。なんちゅう神様やと思うんやけど、ただそこへ行って祈ったら水が出てくるっていうのと、杖叩くんだのに何の違いがあるかと思うんだけど、神様にとってはモーセがそこでマサの時のように杖で叩いたっていうことを咎めるんだよ。あなた、私のことは信じたかったって。で、この改宗を導き入れることはできないっていうふうなことを言ってるんですね。それからまた、この放浪の旅が終わるときに、こういう出来事が起こる。いろいろとモーセに文句をまたブツ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 言った民は、蛇が出てきて、その蛇がその噛むとイスラエルの人バタバタ死んでったってわけね。バタバタ死んでった。それでそれを見てイスラエルの人々は、まあ、ごめんなさいごめんなさい、そんなことしませんからって言って、何とかしてくださいって言ったら、神様は何と言ったかというと、その炎の蛇を作り、竿の先にかけなさい。蛇に噛まれた人は皆、誰でもそれを見れば生き延びることができるって言って、蛇を、青銅の蛇を掲げさせた。このことをイエスは何て言ってるかというと、ヨハネの福音書の中で、モーセが荒れ野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければならない。それは信じる者が皆、人の子によって永遠の命を得るためであると言って、十字架の死のことを言ってるんです。これはニコデモとの話の中で出てくるんだけど、モーセが荒れ野で蛇をあげたように、それを見た者は生きる。私は今十字架にかかって死ぬ。あの蛇と同じように、見上げた蛇と同じように、私はそのような意味で十字架にかかるんですよっていうことを、永遠の命を得るためにっていう、そのことをまた引き合いに出して、あるいはそれを背景にして、イエスはこういうことを言ってるっていうことなんですよね。だから、モーセの生涯と、それからモーセが起こした出来事っていうのは、イエスの生涯のさまざまな出来事に常になんか語られているっていうようなことを、まあ、ちょっと理解しておいたらいいんじゃないかなと思いますけどね。はい。今日は、だいたい話したいことはそういうところでしたが、モーセの話ってね、まあ、一回読んだらいい。そして、モーセ五書っていうのがあって、そのモーセの、出エジプト記、民数記、レビ記、とあって、で、最後、申命記っていうのがあるんだけど、この申命記はもう、掟のことばっかり書かれてあるけど、時々そういった物語が入ってて、面白いと思いますね。基本、旧約聖書を理解する上での、一番基本的なことは、この出エジプト記、そして、イエスを理解するときにも、この出エジプト記、またキリスト教の習慣、
信仰生活の中に出てくることも、この出エジプト記の話がやはり背景にありますということを知ったらいいね。洗礼なんかもそうですよ。洗礼も紅海を渡ったっていうね。で、この水っていうもののシンボルがそういうふうに使われているっていうこと。